キンコンカンコン、ついてるともみん、ヘイヘイホー。どうですかこんな始まり。いや、たまたまこんなのが降りてきたんで。はい、言ってみました。あれだね、へ、あの高い声でヒーヒーヒーって笑ってんとあれだね、ケンケンみたいだね、知ってる方。まあいいんですけどね、その声やれっつもね、出ないんですよ、それが出せないんですよ、分かんなくて、うん、まあそのうち分かるんでしょうけど、あの成功している人はなぜ神社に行くのかっていう本で、これねすごい276ページからねチャクラの話になってんだけど、すごい勉強になる、うん、なんでちょっと俺これチャクラをちょっと勉強しようかと思ってね、つうかこの本に書いてあることで大丈夫だなと思った。なんでかっていうと、それでいいんだよって内神様が教えてくれた、うん、要はチャクラって分かりやすく言うと、人間の体には7個だから、要は7つ7人の神様がいるよっていうことで理解した俺は、うん、本にも書いてあった。そう、まだね、まだ読み立てほやふやでね、全てを理解したわけじゃないから適当なことは言えないけど、まあなんせあのこうなんつうの、ほら座った状態っていうか、なんつったらいいな、あのほら座禅を組んでる状態っつったらいいの、この三角形のピラミッドになってる状態で、一番下お尻のところでは尾脊骨のところではね、そことが第一チャクラで、丹田おへその下が第二のチャクラで、水落ちが第三チャクラ、第四チャクラが胸、第五チャクラが五、まあ、第五チャクラが五じゃないね、第五チャクラが喉、第六チャクラが眉間で、第七チャクラが頭、脳ね、で天ね、でその上がもう何だっけな、なんたかチャクラって書いてあったな、うん、だからそのもう本当天とつながってるところだよっつって、だからそれが全部7人の神様とその全部がこうつながれば、上から下まで全部ストンっていくよっていう、こう調子よくなるよって、うん、いう話がガーンって書いてあってね、これはいいよ。もう第一第二はこう下地上からで、うん、第三第四はこう人他人ってことね、で第五チャクラはアウトプット、喉だから声出して喋るってことでしょ、伝えるってことでしょ、で第六第七はもうあれだよね、頭だから天だよね、うん、とつながるよってこういうことだから、だからなんだろう、この間の友達のチャクラの話を教えてって言ったのも答えられるようになったね、その答えがここに書いてあったっていうか、なるほどねって、だからこの本なんか読まなきゃって思ってたんだろうなと思って、なんかずっとこう読んでって言ってるような気がしてたんだよね。でもなかなかね手が伸びなかったんだけど、昨日だからすごい4時間ぐらい待ち時間があったから、その時に一気に読んじゃったんだけど、もうほら俺読むのが遅いからね、なんせ本慣れしてないから、でもそこに答えが書いてあって、あーこれだーっつって、でさっきねその人に LINE して教えてあげた、この本持ってるって言ったから、だったらじゃあ、 あの276ページからチャクラの話書いてあるからそこ読んだ方がいいよって、でその人と多分ね日曜日一緒にサーフィン、俺サーフィン日曜日ちょっとしないかもしれないけど、その人も来るって言ったからね、ちょっとその人とまたそんな話で盛り上がろうかななんて思ってますよ、うん、そう今年年末最後にチャクラの話なんていいじゃないですかね、その人とね、その人って男の人ですよ、女の人じゃないですよ。いやね、もうほんといいじゃないですか皆さん、俺ちょっとチャクラ、これからチャクラをちょっと力入れていこうかなと思った、うん、チャクラちょっと面白い、そうなのでチャクラをちょろちょろ入れてきますよ皆さん、そんな感じのついてるトマミンでした。はい、ってことはエンディングを何にしようかね、いいことあるぞチャクラとトモミンって。
兵法がねえぞみたいな。はい、そんな感じですよ。すごいですね、もうやってないの。すごいですね、もうやってなかったの。はい、まあいいじゃん。そんな感じのついてるともみでございました。はい、この動画を見てくださいました皆様に、すべての良きことがなだれのごとく起きます。本当ですよ、これはライオンキングさんの大予言です。獣人進さん、バウ君の大予言でもあります。はい、これは必ず当たりますからね。もう言っちゃったからね、先に言葉ありきだからね、最初に言葉ありきだから、もう言っちゃったからもうそうなるしかないっていうね、うん、そういうことです。はい、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、あのチャンネル登録本当によろしくお願いいたします。それとあのヤッホー軍団と、ヤッホー軍団でいいか、うん、ヤッホー軍団とパペット軍団にもね、もうそっから今12人かな、11人になっちゃったんだかな、12人かな、うん、 YouTuber 出てますんでね、そちらの方々もね、すごく皆さんものすごく個々それぞれいいこと言ってますんでね、チャンネル登録した方がいいと思います。はい、そちらもよろしくお願いします。えい、そんな感じのついてるともみでございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイキーン、ウィンウィン。